はい、どうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はですね、みんなでバトルやっていきましょう。で、まずね、動画を開始してすぐだけど、僕ですね、TikTok を始めたんですよね。で、その TikTok から僕の動画に来ましたよっていう方にね、まず一言言いたいことがあります。いらっしゃいいや、ごめんなさい。いや、ごめんなさいねそんなにね、ゲームが上手くない僕ですが、ぜひ楽しんでいってください。それじゃあ早速始めていきましょう。よし、このまんま行きますか。ちょっと話したいけど動画に集中します。よし、 OK、 ゲームに集中していきましょう。で、このまんまジャンプで、クリア条件はないですね。で、ジャンプしていくか。待って、これ当たってもいいものですかね。よし、ファイヤーフラワーがある。これは取っておきましょう。やった、ゴール、オッケー最初、まあ、動画の最初でね、勝ちは縁起がいいですよね。で、さっきも言いましたけど、 TikTok のルイージをやっつける動画から来てくれた方っていうのがね、少なからずいると思うんですよね。いや、あのルイージを倒したのはね、爽快でしたね。めちゃくちゃ気持ちよかったです。まあ皆さんね、スカッとするとかスカッとジャパンみたいな感じで言ってくれますけど、僕はね、もっと気持ちよかったです。よし、それじゃあ第2戦目始めていきましょう。で、上から行きましょうか。で、ジャンプ、オッケー。で、このコインの通り行けばいいのかな。あ、待って、危ない。よし、で、ジャンプ、あ、なるほど、このまんま行けばいいかな。コインの通りに従って行くか。あー惜しい、針判定厳しいな。一番最後からか、あの前の3人がミスってくれることを祈っておくけど。よし、ジャンプ、オッケー。あ、待って、危ない。よし、で、キノピオは脱落してこっちに戻ってきた。で、次は、よし、オッケー。あとはマリオとキノピオだな。よし、ジャンプ、オッケー。で、滑る、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、オッケー。で、ドカンか。キノピオは、あ、キノピオ上にいるね。よし、オッケー。ジャンプ、追いついてきたぞ。待ってくれ、俺もゴールしたいけどミスったもうちょっとだと思ったんだけどな。最初のあの針がね、なかったらね、勝ちまでいけてたかもしんないね。それじゃあ第3戦目やっていきましょう。次は S プラスが2人もいるな。やっぱりね、このクラスになってきたら S プラスがね、めっちゃ多いですよね。早くね、僕もね、 S プラスにならなきゃいけない。もうこれで60本以上出してるもんね。よし、ジャンプ、オッケー。で、これは、あ、待って、危ない、ちょっと待って、危ない。よし、これはね、テレサが邪魔してくるから、きっとテレサがね、邪魔してくると思うから、ファイヤーマリオ、ファイヤーボール、ファイヤーフラワーかを取っていきましょう。よし、で、これ下かな、下怪しくない？ OK。 そして次は右に行くか。待ってくれマリオ。よし、追いかけようマリオ。ゴールでないでしょ。あ、待って、ここゴールだ、きっとゴールだ。待ってくれ。よし、あもうちょっとやん、もうちょっとやん、もう負けましたよ。絶対勝ったと思ったんだけどな。まあ今のところはね、1勝2敗か。あと1回ぐらい勝てれば4850は超えることができそう。てか、できるよね、あと11だもんね。うるさい、うるさいステージ。どんなコースだろう。マリオメーカーやってたらね、花火のコースも結構うるさいもんな。よし、ジャンプしていこう。うっそ、あ、確かにうるさいなこれ。よし、このまま行くか。うるさいけどよし、なんかあのキノピコは抜きたい。危ない、ここ落ちるやつだ。よし、抜こう、抜こう。よし、1番、あ、待って待って待って、あー待って、ブンブンは危ない、ブンブンは危ない。キノピコ早くね。よし、オッケー。このまま上に行く、そしてこのまま右に行く。よし、あー、もうちょっと、もうちょっと、俺もゴールさせてくれ俺も、もう邪魔だこの人もうあいつ邪魔だったな。もう
あのさっきレゴールを邪魔してた青いの名前なんて言うんだろう。さてそれじゃね、第4戦目5戦目ちょっと忘れたそれじゃやっていきましょう。全自動コースはねバトルっぽくないよね。これ絶対一番最初に行った人の勝ちじゃん。これ最初取りじゃん。よしで絶対やんねえ、俺はここの場所絶対やんねえから。あー待って、俺を持たないで。え、なんか持ったけどいいの。よしこのまま行くか。ダメじゃんもうダメじゃん俺。よしオッケー、でこのままジャンプして右、このまま走っていこうか。うお待ってくれ、これ本当に全自動コース？しゃがみたい。いけない。どうしよう。しゃがみジャンプしよう。え、しゃがみジャンプができないんだよね。どうしよっかな。一回チビになるか、もうチビになるしかないな。あ、よし、チビになってこのまんま行きましょう。よし、オッケー。え？あ、待って。違う。よし。マリオがね先にもう行ってしまったけど、ここまで来たらもうどこ？ジャンプ、オッケー。で、こっちでいいの？違うっぽいな、なんか。一旦、あ、待って、これ落ちて死ぬパターンのやつ？違う。これ一旦下まで降りようか、もう。これ死ぬやつだ。待ってくれ、こっちにゴールがあるのか？ない。え、どこにゴールあんの？わからんどこそれ。いや、最近ライブでねみんなでバトルした時はめちゃくちゃ調子良かったんですけど、最近全然良くないな。50コインを5枚取ってからゴール。オッケー、今回は見逃しませんでしたよ、クリア条件を。いっつも見逃すんだよね俺。よし、まず、よし、ナイスリンク。よし、オッケー。で、まず土管に入る。そして、うわ、マジかよ。よし、オッケー。そして今のちょっと上手くなかった？待って、今のちょっと上手くなかった？なるほど、これは爆弾を取っていくってことか。でも先に、あれ、どうやって取るの？まあいいや、この上の50コインを取って、次はどうしようかな。ここにあるのは分かるんだよね。よし、じゃあ取るか。そしてで戻ってこのクッパクランを取って、上から行こう。みんなに追いつかれないように、上から行こう、踏まれないように。そして下に降りればね、多分ゴールがあると思うんですよね。さあどこだい、怖いなここ。どこ、あった、ここで、これか。オッケー、待って、みんな待ち構えてるっぽい。いや来た待ち構えてなかった、よかった、勝てた。てか5枚俺全部取ったくない？すごくない？これで始めた時とあんまり変わらないレートに戻ることができました。ただね、動画としては少しでもレートを上げたいからね、もうちょっとだけ勝ちたいんだよね。だからちょっとね、集中してやっていきたいと思います。クリボー草原、クリボーを38体以上、めっちゃ多いな。地味に本当に踏んでいくパターンのやつかな。クリボーにやられるもんな俺いつも。オッケー、キノコは出ないか。じゃあやった、葉っぱ出た。オッケー、これは長靴。オッケーで踏む。よし、オッケー、このまま行きますか。ギブアップした、なんで。一人ギブアップしましたね。よし、オッケー。でジャンプ、待ってこの長靴意外と動きにくいな。もうルイージ先行っていいよもうルイージ先行っていいから。ちょ待って、マジで上に上がれないんだけど。オッケー、来た。でこのまま行く。よし、走ろうではありませんか。飛べないぞこれ、飛べないぞ。よし、オッケー。あ、よし、上がれない上がれない、待ってくれ、待って、どこにいる？ゴール条件達したってことはもう近くにいるんじゃないの、ゴールの。待ってくれ。よし、あとはゴールだけでしょ。どこだ、待って、ゴール条件達成してる人はどこだ。よし、オッケー。で、ジャンプ、遠いな。あー、
嘘、ここで落ちた。これは負け確だ。もうちょっとだったんだけどな。今追いついたのはね、見えたんだよね。はい、それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。最後はぜひ勝てるといいけど、 S プラス一番右やばいな。6000超えか。6000超えの人にね、もう勝てる気がしないんだけど。てかね、マリオね、上手じゃない人も、もうこのみんなでバトルをやって6000までいけばね、かなり上手くなってると思う。絶対そうでしょ。よし、まず最後は勝ちたいから。待って、俺一番最後。嘘。よし、上から行くか。よし、オッケー。あ、待って、いや、これこのまま行くか。ジャンプ。あ、嘘、ラストバトルこんな感じ。ちょっと認められないな。今のラストバトルはね、ちょっと認められないな。だからもう一戦行きたいと思います。ちょっと今の終わり方は俺が許さないいや、マジで許さない。だからもう一戦行きたいと思います。さて、それじゃあ最初にゴールした人が勝ちね。まずね、最初にあの右のドアに1番に入っていこう。あ、嘘、なんで。あ、嘘、待って、ずる、みんなずるくない？俺ドアに入る、俺ドアに入るから。オッケー。ちょっとキノコかなんかアイテムを取っておきたかったけど、待って、俺だけチビなんだけど。待って、こうなるでしょ、絶対こうなると思った。まあいいや、これでね、ゆっくりとアイテムを取っていきますか。そして開いた鍵が開けてくれた。で、次はこのまま右に行けばいいのかな。いや、何もないな。うそ待ってくれ、これ一番右だきっと。うそ、スタートからやり直しか。ギブアップじゃない、スタートからやり直す。そしてあのドアに入ればいいんでしょう。で、すぐね、ここのドアに入ってマリオを追いかけてみましょう。このワープブロックに入る。で、どこ行けばいいんだ。この土管かな。なるほど、待ってくれ、そこにゴールがあるのか。よし、 OK、 なるほど、ゴールか。まあ最後はね、これでいいでしょう、ゴールできたから。はい、それじゃあ今日は4825まで下がってしまいましたいやー、やっぱ強いな、みんなでバトル。いや、この辺のランクになってくるとほんとみんな強いですから、なかなかねレート上げることができないんですよね。まあ、それでもですね、めげずにね S プラスまで頑張っていきたいと思います。それじゃあまたね。